ホイドワンの時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、神奈川県の横浜市、青葉台までやってきました。はい。はい、マコが前回行ったという、はい、あの杉本さん、はい、ぜひ3人で行きたいと、そうよ、いうことでね、うん、やってきたんですけども、結構さ、家系以外で3人揃うの相当レアなんだよ。そうですよね。大体もう家系で3人揃うことが、あ、まあ、当たり前になってきてるんですけども、うんうん、美味しいラーメンを食べに行こうということで、はい、やってきました、はい。行きましょう。ゴー。
はい、食べてきました。ごちそうさまでした。はい。特製醤油、うん、はい、今日食べてみたんですけども、はい、はい、ちょっとあと、うん、名古屋コーチ、名古屋コーチね、うん、誰か意外なもん食ってると思っていやもう、うん、あやちゃんまで行ってるからびっくりしました。俺もあの名古屋コーチの、うん、卵の黄身の、うん、甘さ、うん、っていうのすごい感じましたね。めちゃくちゃ濃い色だったね。うん、まあ、あのラーメンからちょっと飛び越えてしまいますけど、あの甘さにまず、うん、すごいなと思いました、うんうん、名古屋コーチ、うん、あとご飯の炊き上がり方が、うん、本当ちょうどよくて、うん、なんていうんですかね、もう本当にこう絡み具合がちょうどいいんですよね、卵と。で、あと特製のタレかなんか返しかなんかわかんないんですけど、うん、いわゆる普通の醤油じゃないじゃないですか。 そうだね、それがまたね、うん、さらに甘みをこう増してうまかったですね。濃厚な感じ、しつこい濃厚さじゃないんですよね。そうだね、うん、さらっとした、ね、濃厚さっていう、うん、それは本当にすごいなと思いました、うん、はい。で、私はあの、まあ、初めてね、もちろん食べたんですけども、はい、スープの印象っていうのが、うん、最初の一口が、うん、すごくこうあっさりしてるなっていう印象だったんですけども、こう食べていくごとにやっぱりこう麺にも、うん、あのどんどんこう染みていって、うん、なんかこうねスープの味がコクコクこう変わっていくような印象がありました。なるほどね、はい、うんうん、自分はあの、うん、今までは醤油食べてて、はい、今回初めて塩食べてね、うん、今あやちゃんが言ってることを前回自分も思って、うん、醤油の時は最初はすっきりです、麺とすすると魚介の風味がね降ってきた印象があったの、うん、今日塩は逆で、うん、一口目にもいきなりもうあの魚介の風味来て、うん、自分あの醤油の時は全部のせあの特製、はい、うまかったんだけど、塩の場合ね、逆に今日特製頼んだんですけど、はい、本当スープと麺とあと、揚げに揚げ玉ねぎか、はい、があって、あの風味だけでもね、うん、味わえるぐらいシンプルでうまかったよ。全然味わい方が本当に違うと思った。うん、もう結構うまく熱く語ってるんで、うん、いや本当にね、うん、そう思いました。特に、うん、鶏チャーシューがすごいなと思いましたね、うん、普通の鶏チャーシューってもっとザラッとした、うん、あの食感があったりとか、はい、もう本当に普通に鶏を茹でただけみたいな感じのところが多い中で、うん、ここの鶏チャーシューはすごいきめ細やかく滑らかで、うん、びっくりしましたね。こう歯がザクッと入る感じっていうのは他にはない、確かに鶏チャーシューじゃないかなと。いい食感だよね。そうですね。で、それともう一つ、あの煮卵の白身の部分というか外の部分が弾けるぐらいの硬さ、うん、だけど中はすごいね、あのトロッとしたね黄身が残ってるというか、うん、普通はもっとこう柔らかいものだというふうな認識があったんですけども、と驚きましたね、はい、ということでね、うん、大変美味しい、いっぱいでした、はい、はい、ここでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。